特別企画食レポ大会。たくさん美味しそうなお店がありますから、これはというものを食レポしていければなと。じゃあね、この1000円片手にレッツゴー。ジューテレ行くか。はい、よし。で、俺らはまずあれを買わなきゃいけないんだよ。あのポテトや。ポテトだ。ポテトを探しつつ3号館前ゾーンを見ていこうと思います。よし、行こう。ちょっとじゃあ軽くのんびりとね。これは何や。ケーキ、カフェ、カフェ、ケーキみたいな。だけどちょっと違うな。あれ、これじゃない。これだ。中央大学ヒルトップ前 E-5。 E-5 遠いな。思ったよりあるな。中大が広いが遊泳ってそういうアピールもしてね。体育の授業でなんかなんて言えばいいんだろう、なんかスポットを巡って写真撮るゲームみたいなのあったの。はいはいはい。歩数稼ぐ系の。それが楽しかった。あ、そこで俺初めて、あ、中大でよかったなと思った。理解からできない。 あるじゃん、水ポテ。アピールしときます。アピールしたいです。水テニスファミリーと申します。週に何回か定期的にテニスをで、イベントも行っています、うん、で、みんなこんな感じで仲良く学年関係なく仲良くいただけるので、もしよろしければ興味持っていただけましたらインスタのフォローよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ買いますか。バーベキューちょっと売り切れちゃってるんですけど。なるほど、人気なんですね。人気でしたね。塩いく。じゃあ塩、どうしようかな。塩とバター醤油で、はい、2つ。ありがとうございます。こちらからお願いいたします。二度揚げしてるんで。二度揚げ。左で美味しいはずです。うまそう。ちょっと緊張してんじゃないのとか。いや、待ってないな。お、ありがとうございます。塩味。塩味ゲット。なんかの企画やってるんですか。なんかみんなで回って、ちょっとお使い的な感じですね。いかに満足度が高いか。 ありがとうございます。よかったらお召し上がりください。ありがとうございました。これからベビーカステラを買っていきたいと思います。じゃあこの200円のやつで。800円のお返しになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今確認の列に並んでるんですけど、まず角煮が種類いくつかあって、全部卵と大根と角煮全部乗せると500円。でも角煮一つだと300円なんですよ。で、角煮と大根とか角煮と卵だと400円で、私はミーゴレンっていう焼きそばを買いたいので、焼きそばが1個400円って考えると、角煮オンリー300円で合計700円で、残りまあなんか唐揚げか焼き鳥かそういうちっちゃいもの300円とかを買うっていう計画。普通に角煮1つ300円。角煮1つ300円。はい、プラスもされますか。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ガチうまそう。やばい、出ております。めっちゃ美味しそう。やばい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 。やばい、もうプルプルだもん。あー、やばい、手が伸びそう。もう私スイーツが好きっていう風に言ってたんですけど、実は餃子が大好きで、餃子をゲットしていきたいと思います。ポン酢切らしてしまっていて、ポン酢ない状態なんですけど、はい、大丈夫です。切らせていただきます。切らし体験です。はい、ありがとうございます。餃子もあるぜ。餃子、餃子のちなみにグループが間違ってんじゃない。まあ敵チーム見てみる。敵上視察見てみますか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。敵上視察っていうことで、皆さんどんな感じですか。今ベビーカステラを買って。なるほど。
餃子の世界券を。危なかったな、餃子買うとこあったな。これいくらですか？これ200円です。なるほど。これは餃子は200円です。ってことは、あと600円か。新宿今どんな、ポテト2個買っちゃって500円使っちゃった。あと500円しかね。いやどうしよう、難しいな。だからこれを取り下げて、禁断の方250円を取り下げたことにして、はいはいはい、あのフランクフルトを3本買って唐揚げを1個買うっていう手、あのきちんとチキン50円を3個買うっていう手がある。その裏技、裏禁断の、はい、買ったけど買わなかったことにするっていう。そのやりますか。やりますか。じゃあフランクフルト。じゃあ正式にじゃあ取り下げをここで。あれどっちだっけ。まあどっちでもええよ。そうだな。これは俺がプライベートで買ったことにします。これは例えばプライベートのものになったんで、お使いで買ったのはこっちだけ。今もともと軍資金の1000円のうちの、まあ、750円残ってるってことに今なりました。よし、OK。餃子村上さん2回通ってましたよ。ありがとうございます。ゲットします。フランクフルト1つください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、 OK、 行こうぜ。焼き鳥3本で200円で1本80円は結構破格で、でもあ、でもやっぱエビ焼きって気になる。あー、目移りする。あのサイコロステーキも美味しそうだな。5個で400円か。あ、でもオーバーだな、400円だったら。唐揚げがもし300円だったら唐揚げかな。どうしよう、角煮肉だから意外と違うものでもと思いつつ、でも肉が食べたい、食べたい。あ、ミーゴレン着きました。ちょっと並んでますね。すごい、空前の大ブーム、ミーゴレン。なんすごいな。何のソースですかね、これは。インドネシア語だ、わからん。一つでお願いします。100円のお返しです。はい、ありがとうございます。はい、というわけでミーゴレンさんの方にお話聞きたいんですけど、まずどういう集まりなんですか。サークルとかじゃないんですか。はい、総合政策学部のインドネシア語を履修してる人たちで主に集まってる団体です。ミーゴレンっていうのはインドネシア語で焼きそばみたいな感じのニュアンスなんですか。はい、そうですね、そういうニュアンスです。ちなみにこの両サイドの方々はどなたなんですか。これは、私たちのインドネシア語の先生、うん、あ、先生、はい、で、この1月の星っていうのはどういう意味ですか。こっちの先生の名前がカルティカ先生って言うんですけど、うん、カルティカって日本語で言うと星っていう意味なんです。なるほど、先生の名前から取ったってことなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ販売頑張ってください。ありがとうございます。僕は、まあ、ポテト2つ、塩と醤油バター、フランクフルト3つ、まあ、合計1150円という。ちょっと1000円超え。早速ね、じゃあ食べていきましょうか。いただきます。ジューテレ